とっても簡単なカエルの折り紙の作り方です。まず緑色の折り紙を三角に折ります。色が見える方で折ってください。開いてもう一度、今度は白い方が見えるように2回折ります。緑色の方を出して、山折り、谷折りと折り癖をつけていくと三角形が出来上がります。まず前足です。斜めに折り上げます。チューリップのような形になります。次は後ろ足、これを折り返しておいて1センチぐらいのところを下に折ります。反対側も同じように折ります。元に戻してひっくり返せばカエルの形の出来上がり。ペンで鼻と背中の筋を描きます。この部分に目玉を貼れば出来上がりです。